今自分は32歳なんですけど、はい、で自分が中学校中学3年生の時に経験した話で自分福岡なんですよねはあ、はあ、で福岡の中高一貫のある学校に通ってまして、はいはい、で柔道部だったんですけど、うん、その 柔道部の部活が終わって、うん、終わってその先輩に「あの廃墟が廃墟見つけた気に行くぜ」っていきなり誘われたんですよ。うん、でそのまあ練習終わった後なんで結構まあ7時とか8時で結構暗かったんですけど、うん、でまあ合計10人ぐらいで歩いて学校の近くにあったんで歩いて行ったんですよね。はい したら一軒家の廃墟で、はい、すっごいボロボロで、うん、もうものすごく怖かったんですけど、はい、とりあえずみんなで入ろうってことで、うん、え入ったんですよ、はい、そしたらもう本当もう床も抜け落ちてたり、うん、もう壁もボロボロで、うん、で一番怖かったのがその入ったらすぐ仏壇があったんですよははで仏壇があって で、その家,家もあったんですよね。いま、はあ、だにはっきり覚えてるんですけども、うん、おばあちゃんの家だったんですけど、はい、で、その奥の部屋に行くと、うん、あの首を吊った大きい熊の人形が2体あったんですよ。首を吊ったはい多分いたずらだと思うんですよねそれは。はあ。 でその大きいクマの人形を首をつった状態で見つけてみんなびっくりして、はあ、あの人形っていうのはてて手ごろなサイズのちち持てるサイズの人形ってことですかぬいぐるみ持てるんですけどはい,ぬいぐるみ結構大きかったんですよねで,でかめのぬいぐるみはい、はあ、もうでかめ1メー,ターぐらいあるようなでかっ <laughs> でそれ見た途端みんなびっくりしてとりあえずに、うん、あの外に出てはい、あ でそしたら自分その時中学校3年生で中学、まあ、自分と自分双子なんですけどはは双子で連れて行かれててははで自分とその片割以外全員先輩だったんで、うん、お前ら2人で入って熊の人形取ってこいって言われたんですよ。はい、でもう当時の先輩ものすごい怖かったから、うん、もう言うことは絶対聞かないといけないんですけども、うん もう本当に無理だったから土下座して、うん、もう謝って「すいません行けません」と「うん、本当すいません」って言ってたら「行ってこい」って言ってた先輩が「うん、よし分かったじゃあ俺一人行ってくるけん見とけよ」って言って一、はあ、人で本当に入っていったんですよ。はあ、ですぐ戻ってきて本当に2体、うん、2> あの両,両手に抱えて熊の人形を取ってきて。うん でポンって投げて、俺た自分の目の前に。うん、で、お前、次返してこい。お前ら、2人で返してこいって言われて、うん、でも、それは行かないといけないと思って、うん 2> まあ、2人で入っていって、もうすぐその辺にポンって投げて、うん、出てきて、うん、返してきましたって嘘ついて、うん、で、その日はもうそれで帰ったんですよね、みんな。はいはい、で自分それ以来い回も もう誘われたんですけどそれからも。だ、はい、けども怖くて行けなかったから行ってなかったんですけど、はい。他の,その先輩とか後輩がそれからもよく行ってたみたいで,、うん、で特にあの寮があるんですけど寮生、うん、寮のみんながよく行ってたみたいで,、うん、である先2個上の先輩が、うん、えと携帯でムービーを撮ってたんですよね。はい で当時、ムービーが撮れるようになったばっかだったんで、15秒しかムービーが撮れなかった携帯なんですよねははは、はい。で、まずその先輩が見せてきてくれたのが、家井の写真をずっと15秒間撮ってるんですけど、ははえっとですね10、10、11、12、14秒ぐらいの時に、もう完全に目がぎょろって、うん。<laughs> <laughs> 動いたんですよ <laughs> でうわーってなって、うん、でもう一つの動画見してもらったんですけどそれは動画撮りながらその部屋の中を映してるんですけど、うん、結構真っ暗で全然映ってないんですけど、うん、一回なんか白いのがスッてこう横切るんですよね。はい、でその瞬間をピッて止めたら、うん、完全に鼻から下の。 あの笑ったのニコニコって笑ってた顔が写ってたんですよね。うんうん、でそういうところに行きだして間もなくして、えー、と柔道部がですね全員で560人いたんですよ当時。多いですね <laughs>、はい。中1から高3の男女なんで <laughs> ものすごい多いんです。うんうんうん でそうしたらですねえっと半分まではいかなかったんですけど3分の1の人数、うん、怪我をしだしてどん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 <う>で自分も現にあの指の骨折ったんですよ練習中に一緒に行ってた先輩とかは無駄打ち首の無駄打ちとかになったり、うん、もういろんな人がどんどん怪我しだして、はい、で先生たちもこれおかしいってことで あのみんなで、柔道部全員で、お祓いに、どっかのお寺かなんかに、全員でお祓いに行ったんですよ。はい、で、そのお払い中に、自分の双子の割れが、うん、みんな立って、このお経を聞いてたんですけど、はい、いきなりその、隣にいた自分の双子の割れが、うん、いきなり座り出して、うん、で、 シの足音かやなと思ったんですけど、うん、その時は何も言えずに、うん、でお経終わった後に「うん、お前どうしたとや?」って言ったら、うん、いやその目をつぶっててお経を聞いてたら、うん、いきなりその目の前がその砂嵐、うん、昔のテレビの砂嵐みたいにザーってなってもう記憶がそっからないちゃんねみたいな<え>そういうこともあって。 で、結局まあそれ以降何もなかったんですけど<う>でそういう経験をしてでこの話をずっとかなたさんにしたかったんですよ。は、うん、<laughs> はい、はいでもな、なかなか緊張して電話できなくて<ー>でももう電話するなら今その建物があるかどうか確認したいってずっと思ってて。あははい、はい。で 本当えーと一一ヶ月ちょい前に行ってみたんですよ。うんうん、したらそのまんまいまだにありました。ええー？<laughs> 峠道沿い？いや違います。全然違うんだ。学校の本、えっと、はい。とえっと座標ってわかりますか？教えていただいたりとか。うんなんなんですか座？座標とか住所的なようなものは LINE かなんかで教えていただくことができますか？<っ> <laughs> はい、全然。どこら辺やろ、ね、学校名送りますか、ね、あ、どうしますかあ、学校名でも大丈夫ですよ。あ、言う<い>。まあ、福岡っでも広いですからね。おそらく。わかりますかね。いやー、どこら辺だろう、これ。えっとですね <laughs> あ。あ、今言いそうになっちゃいました。うん、すいません。 <laughs> あ,あ,あー全然全然ですね全然あのなんてうとあのまあ人いる場所 <laughs> はい、うん、えこ,ここからこここの学校からほんと歩いて、うん、えもうほんと2323分で行きますえどこだなんか裏路地なんです裏路地っていうか狭い路地があるんですよ、はあ、そこに入ったらもうすぐ。 あるんですよねえどの後どこそこそこの座標とかってわかりますかね座標えっとですね、はい、えっとそ,そこ今スマートフォンで送ってます、はい、えっとそこを、えっと、そマップ上に、はい、えっとどこでもいいんでこうそ,その場所を。 ちょっと長押しするんですよ。そうするとピンが立つんで、そこを共有でここに送ってもらえれば分かります。あちょっと待ってくださいね。この周り、民家しかねえから。だって俺こ、俺、ここ何回か行ってるはず <laughs> だぞ <laughs>。え、本当<あ>ですか 普通にこの辺りはちょこ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 行ってた場所だから。お<ー>うんあ、ちょっと待ってください。ちょっと里帰りね。いつするかなんもう。とりあえず来年の1月はちょっと里帰りしたい。じゃしたいんだよね。 でもなんか福岡でのライブとかもしたいっちゃしたいんだけどちょっといろいろスケジュールもありあとこう日本このコロナの状況が今なんかもうどうなっていくか全然わかんないから、ね、この土地この東京で何かやるんだったらまあねっていうのできますけど土地を離れてのイベントってなるとちょっとねはい、はい、難しいんですよね。<laughs> あ,あ来た来た<う>来た多分来たこ来<の>えどのどこだ えどこだこれ。えあーえ一軒家ですよね。一軒家です。ちょっと待って、間違ってるのかな。あのー、その場所にめあのピンを立てればか長、そこの場所で長押しすればピンが立つんで。 はいはいはい、立ちますね。そこを共有してもらえればいいんですけど、ここは一軒家はないよ。ここ、普通なんかこう、ねか、企業系のビルしかない。あれー、ちょっと待ってくださいね。まあ、あとでもいいですけどね。あ、いいですか。はいはい。すいません、ちょ,ちょっと今。はい。 でも、でも<う>えっと、もう PCK だったらわかりやすいけど。あ <laughs> ないんですよね。あなるほど。なるほどね。はあ。ね、いや、どうだめっちゃ気になるけど、めちゃめちゃ気になるけど。あはあ。いや,いや、もうちょっとでき<非>出来事は出来事でね、ちょっとね。 はあ、もうおそらくそこに行ったからでしょっていうのはなんとなくねそうですねはい、あ、もう明らかにそこに行き出してからものすごい人数けがをしたんで <laughs> はあ、うん、もうみ道道沿い裏路地の道沿いみたいな感じですか道,道沿いですね隣になんかアパートがありますねへえ<ー>隣にアパートがあって でもあんまりグーグルさんのか車とか通ってないような場所なんだろうなあもう車を入れないぐらい狭いです、ね、狭いところはい。<ー>だから多分解体もできないんですよねもう重機が入らないんで <laughs> なるほどは,<ー>は、まあでもそういう1 2三3年前でしょは<ー>経験しての いやもっと前かな、自分、えー、でそうです16、17年ぐらい前。それからまだ現役そのまま残ってるってすごいな。いや、本当、何も変わらず、ま、もっとボロボロにはなってたんですけど、うん、本当、もうあの時のままだったんですよ、<laughs> も,うもうものすごい怖くて、すぐ, <laughs> すぐ逃げ出したんですけど。はー いやちょっと興味深いっちゃ興味深いし行ける距離に住んでるんですかはい全然もう車でもう車で20分ぐらいかな全然<ー>、まあ、確認しに行ったんですねあ,あのそうですねたまたまその近くを通ったんで <laughs> よくまあ中には入ってないですよねああもう絶対入らない <laughs> <laughs> まあまあねまあまあまあ絶対に行けないですわね、うん、はいいやないかそういうなんかな知る人ぞ知る場所の情報とかすっごい面白いんだけど、うん、あなんか行けるんかな怖いないろんな意味で住宅地だとねちょっとね しかったりするから本と、まなりがアパートなんで。ちょっとね、工場とかもすんげえでっかいのあったりするから。そうですね。ねちょっとものすごい。いやいや、ありがとうございます。ああ、ありがとうございました。ちょっとねあの、詳細分かったら、はいちょっと今から、今、あの、なんか、ものすごい緊張してるんで、なんか。 今から電話切ってゆっくり調べて送ります。そうですね。あの長押しすれば <laughs> そのそのまま送れるから、そうですね。ぜひぜひちょっとよろしくお願いします。はい。すいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。しはい。はい、失礼します。はい。はい。えっとちょっとつい最近 SNS であの。うん のなんでしょうライブチャプトみたいなのでお聞きしたお話なんですけども、ま、だちょっとそんなまとめてないんですけど、聞いたままお話しそうかなと思いまして、うん、あのちょっとそうですね、えっと、その方が40代の女性の方なんですよね、うん、でその体験された当時というのが、あの病院の、えっと、給食、まあ、食事を作るあの、厨房で働いて、 いらっっしゃったそうなんです、ね、その体験された当時。うんうん、であの、ちょっとこう役職の高い人で、その日は一人、その厨房に残って、その次の日の朝に、えー、使う、まあ、献立とかに使う、まあ、膨大な書類の、まあ、処理作業を厨房でしてたそうなんですね。ほうほうえっていうのもあの、栄養士とかそういう別に有資格者 いいうわけでではないので、うん、役職が高い方でも、その自分専用のデスクがないんですって、はい、なので、その日は夜遅く、1人で厨房に残って、厨房代をそのテーブル代わりにして、で次の日の献立に使ういろんな使用書とか膨大な資料をこう並べて、うんで、それの整理に当たってたっていうんですね。うんうん、でああののー、ちょっとね、あのー トイレに行きたい気分もあったそうなんですけども、うん、その資料っていうのがすごい膨大で、一行でも間違えると、もうすべてが間違ってしまって、うん、その次の日の献立が立てられなくなってしまうほど、ちょっと重要なものだったらしくて、本当に集中して、その厨房の真ん中のね、<laughs> あの作業台の前にこう座,りか座り込んで、作業を一人されてたそうなんですね。そ、うん、そののの厨房のその方が座らられてる作業台から 右後ろの方に、休憩室へとつながる入り口があって、逆の右奥に倉庫へとつながる入り口が、その厨房にあったそうなんですね。一人でもうすごい集中して書き物をしていると、休憩室の入り口の方から、きゅっ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 ていって、倉庫の方へと、その。 歩くような足音が聞こえたっていうんですね、その足音っていうのが、厨房のツルツルの床をスニーカーの樹脂の、ゴムのスニーカーで小走りに走るときになることだそうです。で、あれ、誰かいたんだと思って、でも目を離すこともできないから、一生懸命作業していると、今度は倉庫の方から休憩室の方へ向けて、キュッ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 って、また小走りで戻ってくるんですって。 またしばらくすると、また休憩室から厨房を通って、倉庫のほうキュッ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 って、もう何往復も何往復もしだしたっていうんですね、だんだんそれにちょっと気が散ってしまって、うるさいなと思って、倉庫の方からまたキュッ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 って走ってった時に、ちょっとうるさいですよって言って、机から目を離して右を向いて、ちょっと注意したっていうんですよね。 だけど、そこには誰もいなくて、たぶんちょうど休憩室の方へ、小走りで走って行ってしまったんだろうって、しばらくずっと見てたんですけども、休憩室の方から出てくる様子もなかったから、じゃあもう一回集中してしょれようと思って、集中しだすと、また休憩室の方から、キュ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 っュゅっきゅキュって、倉庫の方へ抜けてくらしようとかするそうなんですね。 またそれが何往復も何往復もするようになってしまって、でそのうちはって気がついたそうなんですけども、うん、この足音、休憩室から倉庫をずっと往復してるんですね。<う>要するに倉庫にはいろんなあの食材が置いてあるわけなんですよ。うん、で、その食材をその自分の休憩室にあるバッグかなんかに入れて、盗もうとしてる人がいるんだと思って、話してくださった40代の、ね、女性の方は、あこれちょっと注意しないとだと思って、資料を、うん。 一段落させて、あのきゅキきゅっき,きゅってまた休憩室の方に抜けてったので、顔を上げて、ちょっとってあの、食材とか盗んじゃだめなんですよって言いながら、つか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 休憩室のほうに歩いていって、ひょいってこう休憩室の入り口から覗いたんですって、うん、そうすると休憩室は真っ暗で、あれと思って、パチっとこうあの電気をつけて、休憩室中を見渡すんですけど、誰もいないそうなんですね。うん、でその時にあって思ったって思た言うんですけど その,その日、すごい集中してて、そのね他に思考が回ってなかったので気づかなかったんですけど、その日、自分一人で残業してるんですよね。うん だから他に誰もいないはずなんですよ、うん、でさらにその厨房の入り口っていうのが出入り口が1つしかなくて、うん、でそのドアっていうのも徹底できてて、誰かが開けると、ガッチャンってすごい音がして、うん、閉まるときはバターンってすごい音がするっていうんですね、うん、でその音も書類,書類の処理中き、1回も聞かなかったんですね。うん、であれこれこってて、もしかして え、そういうことって、ちょっとそこでヒヤッとしたそうなんですけど、でも書類がね、うんあの、すごいその処理しないといけないものがあるのであ、もうどうしようどうしようって思いながら、もう一回厨房に持って、ああ、気のせい気のせいって思いながら、またし書類をこう処理しだしたっていうんですよね。うん そしたたらましばらくしたら、さっき見たはずの休憩室から厨房を通って、倉庫の方にまたきゅっュッキ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 ュッって、小走りでスニーカーが走り抜ける音が聞こえたっていうんですよね、もうそれを聞いたら、もうこれは幻聴でも空耳でもないって思ってしまって、怖くなって、厨房中の電気をつけて、もう書類なんか明日でいいやと思って、帰ろうって思ったそうなんですけど。 その処理してる間、ずっと、ね、そのトイレを我慢してたそうなんですよ、その方は。うん、であのもう本当に限界であの、帰るまではとても持たないから、とりあえずその足音だけだから、ね、明かりつけてトイレ行けば。 大丈夫かなっていうような考えで、そのトイレに駆け込んだっていうんですよね、うんでまあ、女性の方なので、個室の,あのトイレに入ってね、用を足しながら、ちょっとこううつむいて、ああ、なんなのよーってこう心の中で思ってたら、うん、トイレの中で、ねえ、大丈夫って声が聞こえたっていうんですね、うん、でその声というのが、同僚の、あのー、まあ B 子さんっていう方の声だったそうなんですよ。子さんんだと思ってうん、大丈夫 で大丈夫って言おうとしたときにはっ,って、そこでまた気づいたんですよね。いい、うん、子さんはその日、その日、定時にちゃんと退社されて、うん、もうその厨房にはいないはずなんですよね。うん、で、そもそも今は自分一人のはずなんですよ。うん、で、何よりその声があの個室に、こあのトイレのどこから聞こえてきたかというと、うん、今、自分がいる個室。 なんかその自分の右耳のすぐ隣にこう口を添えるようにして、ね、え大丈夫って言われたんですよね。うん、でだからそそ、それをなんかね、流れでうん、大丈夫まで言いそうになったんですけど、とりあビって止めて、うん、でこれ、ちょっとあの返事しちゃだめなやつだって、そこでこうハッとして、うん、でそこからこう黙って、 でもう、作業着のま,のままだったらしいんですけども、もう作業着の上から私服をわーって着て、もう怖いから、その当時、付き合ってた彼氏に電話して、もうと,とりあえず誰かの声聞きたいと思って、で彼氏に電話したそうなんですよね、うん、でその当時、ガラケーだったそうなんですけど、はいはい、ねえねえ、ちょっとちょ,ちょっと、なんか変なんか変怖い,怖い怖い怖いって言うんですけど、彼氏は何のことか分かんないから、うんはああ、何、何、何って言う,うらしいんですよね。うん、でこんんなななくかかけててていよっっっううはちょっと怒りだしちゃっていや違う違うのってなんか厨房が変 厨房が変って言って、電話切らないで、切らないで、お願いだから切らないでって言うんですけど、いや、もう眠いし、切るよって言われちゃうそうなんですよ。で、あのいや、お願い、あの病院出るまででいいのいいのだから、お願いだから切らないでねって言って、でそこから耳を離して、でマスターキー、持ってたマスターキーで、こう。あの 出口の玄関の鍵をガチャガチャって開けて、バタンとこう一回外に出たそうなんですね、うんうん、で改めて怖いから、彼氏がね、まだそのかけたまんまでいるガラケーをこう耳に当てて、もしもしって言ったら、プープーって電話が切れてるんですって、うん、で何、もうなんで切っちゃうのと思って、もう一度すぐ電話をかけたそうなんですね、彼氏に。うんうん、そしたらまだ彼氏が出てくれて、もしもしって言うから、なんで切ったのよって言うと、うん、はって言うんですって、彼氏が。うん でいやいや、だってさっき切らないでって言ったでしょって言ったら、何言ってんだよお前、だってお前が切ったんじゃないかっていう,言うらしいんですよね、彼氏は。うんうん、でいやいや、そんなことないよ、切らないでねって念をしたでしょって言ったら、何言ってんだよ、切らないでね、じゃあねって言って、お前が切ったんじゃないかって言うんですって。うん、でいやいや、じゃあねなんて私、言ってないわよって言って、もう怖くなっちゃって、大急ぎで病院抜けて、まあ、車でひゅーってかあの帰り着いたっていうお話を聞きました。 まあそんな、なんか不思議な話ですね。そ、それは、もうええ、え、なんだ、そりゃ <laughs> あ。なんでしょうね、なんか、真似してますよね、でも。うん、終始、その、同僚の方とか、うん、あと、まあ、足跡はあれだとしても、でも、じゃあねっていうのは、多分だから、その、話してくださった方の声ではないん 電話だから、うん、その多分その人であろうというようなでその似せてくるじゃないですか、まあうん、似せてくるというかそのよく電話の声とかって、ね、変換されるっていうじゃないですかその人の声のような電子音として僕ら聞いてるからんだんとは確かに違う声だったりしますうん、うん なそういうのとかで、まあ、女性の声とかだったら、なんとなくそう、今で今喋ってるのがこの人だから、多分その人だろうみたいな,ような感じで言ってるけど、結局は、うん、ね違う、うん。違う声だったのか。<laughs> うん、でも、そのトイレの中のその同僚の、まあ、B 子さんはもうそのものでしたって言ってましたね。うん。かそれ聞くと ねえなんかそのじゃあねーって言った声もなんかちょっと真似したのかなみたいな、うん、そう想像もできてえーなんか不思議だなと思って言ってはいないわけでしょそ,のそうそう本人は電話切らないでねで、うん、止めて、うん、話して鍵を開けたそうなんですよねなんですけど <laughs> <laughs> 彼さんはその後じゃあねーって言われて切られたっていうんですよねで大丈夫って言ったうん やうーんね、なんかそうなんじゃないかなって、連想は、まあ、そう思うしかないですよね。ないですよね。大丈夫って何<笑><笑> <laughs> なんでしょうね。で、まあ、なんか話してて、そういえばって思ったんだけどって、その方が後で言ってたのは、その走る音、うん、それもそんな、そう、キュュキュキュ,キュそんな小走りじゃないと、そんなキュキュッキュッ。 音しないんですってその、普通に歩く分には音とかしないか、うん、絶対なんかその、ここにいるぞっていうのをこう知らしめるために、うん、わざと小走りしてたのかなって話してて、改めて思いましたとかね、おっしゃってて、いや確かにそうなんだろうなっていう。まあ、ちょっといいたたずずらら感感はあありりまますすすよよよねねね <laughs>、うん、なんかそうでも明確にちょっと脅してやろう感はありますよね。 <laughs> それは確かにあキュッキュッキュッキュ言ってその場所とかがこうバラバラになっていくわけじゃないですかもうこのどこだろうみたいなしかも距離が縮まってくるような感覚もあるだろうしそういうのとかでなんか明確にこのふとその場に居合わせて、えー、何か見ちゃったとかではなくてうん、うん、何かしらこの意図があってその人の前に出てきてる感じはありますよね。 そうですよね。一番立ち悪いですけどね。<laughs> 立ち悪いですよね。でも結局何したかったのかなっていう、なんかよく、そうなんかあまり聞かない形の。これも一回、こっきり系統のやつでしょそうです、そうです。それ、一回だけだったみたいですね、やっぱりそ、ね。それに付随して何かそんなことがあったら、もう入れないですからね。うん 入れないでしょう、ね、なんかね、うん、そこで回が出てしまったら、もうそれこそって感じでしょう一、ねえー、回でも嫌な人は嫌でしょうけどねいやー、<laughs> うーんもうそうですね、相当怖がってらっしゃいましたよね、うん、やっぱり、もうだって、その作業着以降、白衣みたいなあの、うんね、給食のおばちゃんが着るようなやつだったらしいですけど、うん、もうそんなの関係なく、無理やり上着を、その私服をき上から着てやったもんとか言ってました。つて わさーってこうもうすごい格好だったんでしょうねそうするしかないですからねもうん、そうでもう鍵とかもその玄関の鍵をこう内鍵だったらしいですけど開ける時ももう手が震えちゃってもうなかなかその鍵が鍵穴に入らなくてとかなんかそういうこともおっしゃってて <laughs> もうまあ相当怖かったんだろうなっていうのは <laughs> <laughs>、ね、まあ、うん、なんかあんままあ あんまりね、そういうようなものもし、場所的にそこまで聞くようなもんでもないし。うーん。おぉ。何のとっかかりもわからないけど。わ、まあ、からないですよね。うん。でも、まあ、うん、なんか面白いなっていう感じですよね。ねうん。<laughs> いや<ー>、はいあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、またまたぜひぜひ。 はいよろそのおじいちゃんそのさっき言ったおじいちゃんは私のまさに祖父なんですね父の父なので、はい、その父要するに曾祖父ですかね、うん、ひいおじいちゃんひいおじいちゃんが死んでしまった時っていうのは結構そのもっと前になるんだけどうん 小,小学校3年、3、4年生くらいですかね。うん、まあ普通に、まあおじいちゃんだから、ね、死んじゃうじゃないですか。うん、大正生まれの人なんで。はい、まあ変な話、納豆ご飯食べる人とかに、納豆に、普通塩からし、あ、醤油からしとかじゃないですか。それを、もう塩バババーってかける人なんですよ。うん。で元大工さんで、うん でもも僕その時、まあ、まだ10歳ぐらい、まあ、小学校3年生でか十10歳ぐらいでおじいちゃん家に行くとひいおじいちゃんもいるという状態で「うん、へええ納豆に塩だけかけてご飯食っとる」て見て真似したりして真似すると、うん、おふくろとか「やめなさい!」って,って不健康だからって だけどひいおじいちゃんはもう昔大正時代からやってることがま、まあまあ当然やるんですよ。うわーと。不健康じゃないですか。塩ですよ。うん。そんな人いませんよね。納豆に塩かけてくるとか。まあまあまあ、そういう人もいるかもしれないですけど、ねまあ。まあまあ、いるかもしれないけど。あんまりポピュラーではないじゃないですか。<laughs> うん、令和の時代って。うんうん、あと、これは例えば、鮭にしても。 辛い鮭を食ったりするわけですよ。はい、塩漬けって、こう、ね、辛いやつを。うん、まあ、そんな人、そんなおじ、いおじいちゃんが、やっぱり亡くなってしまって、うんうん、で、普通に仏教なので、普通にお葬式、黒い服着てみんなおじ、おばちゃん、おじいちゃんいっぱいいて、いとことかばーって言って、普通にそのおじいちゃん家で、うか葬,葬儀場とかじゃなくて、 昔ながらのおうちでお葬式をするという、うん、昭和の葬式ですよ。うん、で、ラーメンオホーレンゲーキョテというのがし,しびれるわーっ,つってそて、小学生だけで一生懸命頑張って、ああ、ひいおじいちゃん亡くなったんだおかん見て顔パカーって開けたら鼻に麺が詰まってる、うん、口にも麺というか、なんか詰まってますよね。なんかうん はあ、本当に死んじゃったんだなって,思って。でも別にそんな子供だから分かってないんですよ、うんああ。死んだんだぐらいしか思ってなくて。うん、それで、その後、まあ、何だろう、その親戚、あと友達とかばーって来て、なんか宴会っぽくなるじゃないですか、日本はい、はいえー、まあそれは <laughs> 分かるんですよ。で、子供ながらに、なんかその中に混じって、 で、なんか、どんちゃんさ、どんちゃんだけまでいかないけど、まあ、なんだか賑やかな感じになって、まあ、はっきり言って結婚式とほぼ変わらないんですよね、うん、雰囲気は。うんうん、で、おじいちゃん、こんなとこあったよね、おじいちゃんというのは、ひいおじいちゃんのことですけど、こんなことあったね、あんなことあったね、とかってみんなで思い出話をするわけですよ。うん、で、僕も <laughs>、あの、子供ながらに、ひいおじいちゃんとの思い出を、こんなことあったよー、とか言ってるんですよ。うん そしたらおばちゃんが、そうだったね。あの、ひろちゃんはそうだったね。まあ、ひろし、いさがひろしのひろ、ひろちゃんはそうだったね。つっ,って。で、妹もいて、うんお兄ちゃんそうだったね。とかでも思い出しが、どん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 こう、盛り上がっていって。で、父も母もニコニコ笑って、そうだね。ってそうだったね。ひよじちゃんねよかったね。つっ,って。それで、その時に、 でおじさん私の父の弟にあたるおじさんが「じゃあちょっと写真でも撮ろっか」って、うん、とそれを僕も子供だから分からないから「ピース」とかするじゃないか普通に、はい、バカだから <laughs> でか、まあ、当時もその親族を見てそんな普通に「ああはいはい」って普通に写ってるという、うん、みんなもう服着て黒い服着て、うん、男性は黒スーツに黒ネクタイ白シャツで。 で、子供の中の,の,その幼稚園に行くときの制服こういのみたいな。みんなパシャッて。平和ですよ、それ。うん、全然この陰湿な感じないんですよ。うん、これで、普通に終わって、そのとき誰かがそのそのせ、そのおじさんは普通のカメラ。当時のカメラか、あの、なんだろう、今みたいなデジカメとかないから。うん 印刷や、印刷や、写真屋さんに出さないと、現像されないとわからない。うん、で、その時は、それで終わって、これで、後日、なんだ一周期とか分かんないですけど、なんか、また集まったんですよ。それはお葬式っぽくなく、でもまあ、一周期なりだからって言って、まあ、なんとなく、前回よりも少なめの人数で集まって、うん。これで、 現像されてきたよーっていう写真を、まあ、その写したおじさんが普通に出してきたんですよ。はい、この時、来ない、誰がいたねあ、今日こ、あいついないなとかさ、そういう感じで、普通ですよ、本当に。そしたら、その時に、これわかんないですよ、本当に僕わかんないんだけど、おじいちゃんがい、そのおじいちゃん、ひおちゃん、ひいおじいちゃんがいるって言うんですよ、その写真に。はい えー、え何、ー、何って。で、その頃って昭和だから、その、水曜ロードショーとかあったんですよ。それなんか、心霊写真特集とかって、テレビでばマやってたんで、いわゆると違う。水曜スペシャルね。水曜スペシャルロード、ロードショーはあれ、あね、映画になっちゃうから。映画になっちゃうから、<laughs> ごめんなさい。はい,は,いはい。そうスペシャルとか、はいはい、なんかそういうの、もう夜番組で、そんなのしょっちゅうやってたんで、はい。だす子供で見てたから、あ、それっぽい話かなと思って、ワクワクして見て、はい。写真。 おじさんが「おばさんがここにいるじゃないか!」って言ってで俺ワクワクして見たら何もないんですよ。うんおじさんが言ってんのってそのねカメラを撮ったおじさんに「は?」って言ったら二方向のおばさんと全然血のつな,つながらないおじさん全然他人ですようん、のお,ばおじさんとおばさんが「いるね確かに」って指さすんです同じところ。うん いや,いやいやいや、俺も子供だけど小学校三年生のからそこそこね、物心ついてるから、え、ここにひいおじいちゃんが映ってるって言ってるの三3人に聞いたら、3人も映ってるじゃないかって言うんですよ、指さして同じ場所。うんうん、で、俺も嫌だから、ちょ,ちょっと親お父さんお母さん、俺のお父さんのお母さん呼んで、うん おじさんたちはここに、ひいおじさんが映ってるって言ってるんだけど、って言ったら、うん、見てよって自分のちょ直の親というか、直の親というか、お、おやとおふくろに、見てよここに映ってるって言ったら、見えない。見ないよって言って。当時どうでしょうね。親父とおふくろ30代後半とか40代前半くらいかなわかんないけど。まあ別にしっかりしてる年代じゃないですか。現役世代でしょうん。見ないよねって言って。なんでお前ら、 お前らとといううかあなたそんなこと言うのでも血のつな,つながってる人プラス血のつながってない人プラスうの2人3人の大人がいい大人がここにいるじゃないかと本気で言ってるんです。うん、で僕はその3人の言ってる大人と親自分の両親のいないじゃないかっていう狭間に立たされて「うん、え!」ってなって。うん、でも よく見るといるような気がしちゃうんですよ。うん、子供だからからなっていうことがあってでもその日は止まることになったんですよ。うん、まあそんなことは別に解明もしようがないから「うん、いたよいるよ見えないの何でわからないの?」ってマジで言ってるんですよ3人の大人が。うん で、僕は子供だから、そんなの判断、いないとかいう権利もないから、なんだろうなんだろう、って怖いな、怖いというか不思議な感じだなと思いながら、その日止まったわけですよ。うん。そしたら、まあ、僕はその日、おじいちゃんとおばあちゃんの間に寝たんですけと二人で、よ、川の字どころか、もう四人で。で、おえとおくらは別の部屋行って。うん。久々からね、おじいちゃんおばあちゃんの間に寝て。うん、そしたら、 ひいやおばあちゃんが生きてるんですよ。ひいおじいちゃんは死んだけど。うん。そしたらひいおばあちゃんが、あ、朝、誰か、作ったのかい、うん、そしたら、僕たちは寝てるんですよ。やめ、ね、てよ。<laughs> うるさいなぁ。まあ、と寝てるわ。そし,したら、おじい、おばあちゃんが起きたんですよね。ひい、うん、おばあちゃんが先に起きて、やっぱり、あの、年寄り早いから。 誰が作ったのこれ。つっ,って。朝から。うるさいんだよ、朝からって,って。たらおばあちゃんが、まあ現役の、まあ現役といっても60代後半くらいですかね。の、要するに、親父のお母さん、まあ68くらいのおばあさんが、うん、何何ですかお母さんってって。この野菜炒めなんだいって言ったんです、うん いや私は作ってないですって言って。誰かが作ったのかねでも、その後、翌日、結局それもやもやとしてるから、結局みんな朝起きてくるじゃないですか、だんだんだん。おじいちゃんもお父さんもみんな起きてきて。でも、おばあちゃんから、こ誰かが作ったのって言って。うん。作ってないよそ。そんな夜中に作るわけないじゃん結局、 その死んだおじいちゃんが大好きなレシピだったんですよね。うん、豚肉とキャベツのただ和えただけのやつ。うん、大正時代の人だから材料とかはないんですよ。だも昭和も初期の頃にないものだけで作る。シンプルな塩コショウ。キャベツベー,ベーコンというかベーコンないか？豚肉の本当に簡単なやつ。うん、おじいちゃんがだひおじいちゃんが大好きだった。レシピが。 本当に現物があったんですよ。うん、でそれを誰も作ってないんですよ。うん、で昨日のそれはだから昨日じゃないかそのお葬式の時に撮った写真が現像してみんなが集まった日お葬式の時じゃなくてその一、まあ、何日後か忘れましたけどみんなまあ本当にうちうちの親族が泊まった日に。 本当に中華鍋に、ねうん、野菜炒め買ったんですよ。うん、僕食べたんですよ。ごめんなさいね。そこはね、納豆であって欲しかった。塩納豆？<laughs> あんだけあんだけ塩納豆をしてたから、あ塩納豆くんのかなって思ったら<ー>全然違うやつ。 島田ってあくまでも大正時代のサブ情報なんですよね。だからまあ物語じゃないの本当に事実なので、ね、それはちょっとごめんなさい <laughs> そういうオチとか考えてないんで本当に事実「たんたんたん」とて言ってるだけなんですよ。いや野菜炒め出てきてなかったからうんうんうん、うん、なんかそういうその大正時代というか,なんかおじいちゃん大好きだったその 野菜炒めに塩ですよっていうのをちょっと強調してくれたら今のところ<ー>いやまあこ,こんなこと言うのおかしいんですけど <laughs> いやあんなに塩納豆をしたのに最後塩納豆出てこねえんだってちょっとごめんなさい思っちゃいましたごめんなさいねいやまあプロとアマチュアの違いになんでしょうね <laughs> でも本当に事実をただ単に並べるとそうくなっちゃうんですよまあでも誰も作ってないっておかしいですよねだからもう最悪 ひおばあちゃんその最初に見つけたひいおばあちゃんがショックのあまり作ったんじゃなないいかしかし考えられないんですよまあねそれで無意識に作っちゃってとかはね考えちゃいますけどねあとはなんかその、うん、なんかあまりに何かしらおばあちゃんの圧が強かったからその手前ちょっとなんかこう言い出しにくかったって可能性もちょっと考えますけどね。 それれがあるかもしん、ね、ちょっと圧強めの方ですかおばあちゃんって強めの方だったですかいやわかんない子供だからそこまでの力関係までは読み取れませんけどもんでもわかんない昔の感じですからあるかもしれませんね確かに、ね。ね<ー>おばあちゃんが言ったらその通りだみたいなあったかもしれませんけどうん,、ね、うん急にねその鉱物であったものがポンってそこにあるっていうのは。 ブズ的にはありえないんですからね。まあねうん、でもね、じゃっじゃっじゃって音がしたってことも言ってるん,んですよ。音はしてるんだけど。じゃじゃじゃがうるさいから、誰が作ってんだいって言って、その、その、エイさん、エイさんっていう、ひいおばあちゃん、エイさんってえっ,って、あの、開かなで YU のえっていう頃、このルにてん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 みたいな、ああ<ー>、アアはいはいはい。にいいですよ。エイ、はい、さん、エイおばあちゃんなんですけど、エイ、はい、おばあちゃんがなぜ起きたかというと、そのうるさいから、 起きたん要するに誰かが要するにまあそれもだからもうええおばあちゃんが言ったらもう全部 OK になっちゃうんでしょうけどええ、うん、おばあちゃんいくうるさいなあ朝っぱらからじゃ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 でもほっとくわってなって静まったから言ったという流れなんですよ後付けで申し訳ないんだけどそういうことなんですよ。もうだったらら、まあ、何かしら誰かし誰 人なのか何な,なのかまあそれがねおじいちゃんがね誰も作ってくれないからもう自分でみたいなようなこととかだったらちょっとねああそうかってやっぱ食べたかったんかな最後にとか,かちなみにそのそ葬儀の時とかお通夜とかそういったような時におじいちゃんのその好物みたいなのは並べたんですか出ないでしょうね分かんない覚えてないですよでも普通出ないでしょ普通寿司とかなんか普通いや分かんないですけど。 そこでお俺の好物何も入れてくれねえのかっていうようなこともあったかもしれないですね。ああ、そうですね。解釈の仕方ね、あるでしょうねうん覚え。覚えてないですよって俺でも、覚えてない話してる,してるんだから、いろいろ聞き手はなるけど、それは覚えてないんでしょうけど。完璧には覚えてないですよ。うんまあね、だから、前回の写真の件と、<laughs> そのねいや、炒め物が、そこでちょっと。 つながったなっていう話です。ね、だからその写真の件だけだったら、すぐ消えちゃう話ですよ、まあ。ちょっと不思議に思うけど、まあそ、はあ、そのへえ、になっちゃうけど、そこに一週間とかわかんない。あのお葬式の日から、なんでしょう、一番近いみんなが集まる日ってなんでしょうってわかんないことです。三か月、わ<ん>かんない。えっ、ー、と、四十九日あな、なんだろ初七日とか四十九日とか。初七日とか四十九日とかあるじゃないですか。はいはい、多分そんなタイミングで。 にうちうちで集まった時にその写真の後にそれがあったんで結びついちゃって記憶に残ってるっていう,こう話なんです、ね、まあ自分で作ったのか何なのか<おー> <laughs> <laughs> 誰かが作って言い出せなかったのかわ、ね、<laughs> からないですけどね,そうですねまあそこまで、ねうん、考え広げたらそうなっちゃうんですけどでもまあ子供心に ああおじいちゃんが作ったんだろうなって普通に信じ込んじゃったんですよね。ちっちゃい時なんで。今、今大人によって冷静に考えれば、いや、ないっしょって思いますけど。ないや、ないっしょって言われたら。だって、物理的に残ってるってないでしょいやこ、ここでその話をいやしてるんだから。ですよね。で、俺が、<laughs> いや、それはないっしょって言わないっしょ。言わないっしょ。<laughs> はい、そうっすよね。 いろん,んな可能性を探ってるわけっしょ。でそ,うそうっすよね。うん、そうっしょ。まあでもその何もないところから何かが出てくるっていう話もやっぱありますから。あるんですか、うん、ありますあります<ー>、うん。それこそその何手品みたいなような感じでね。 はいはい、幽霊じ自体がもうそこの世にいない方がそこに出てるわけですからそれを食べる気にはちょっとなれないですけどねあその痛みはどうなったか僕は追ってないんですけど、うん、この子なんで分かんないですけどまあ食べたかどうかは分からないですけどねその辺りとかはでもそ,のそこに現物としてそれがあるんだったら何かしら処理はしたかもしれないけども捨てるなり食べるなり。 でも確実に中華鍋なんですよ。中華鍋。あ分かるでしょうこの丸い中華鍋に。それは見たんです現物の。見たの中,中華鍋の中は見てるんです。<ー>で、普通にああ、普通に炒め物だなと思って、さって、それは子供だから関心ないんじゃないですか、あんまり。ああ、あるんだね。えー、これをできたんだ。へえー。です、過ぎちゃったんだけど、今、今僕が現 大人でその現場にいたらえー、ってなるでしょ。えちょっと待ってってちゃんと調べるし、もっとちゃんと探検するけどガキだからふわふわなんですよそういうところって。まあ小さい頃の記憶でこうひまあ、紐解いてたりこう過去の記憶探っていったらそうなんじゃないのかなですからね。まあでいや親父も知ってるしお袋もそういたんでもう大人になっても聞いてうんうんってそうあったね。 うん、あれは本当に誰もわからないねっていうことのちゃんと裏付けもある裏付けというか単純にその子どもの記憶だけではなくて当時大人だった3四4 0代の父と母が、うん、確かにその話を与えないとあれ気持ち悪いよねでそのまま何にも勧誘されてないっていう気持ち悪い感、うん、気持ち悪いというか、まあ、考えたね、うん、不思議感というかね重さなしですよね。 いいいやいやありがとうございますこれ心霊じゃなくて人とコアなのかもわかんないんですけれどもほ<う>えっと僕のえっと父親が医者をしてましてほうほうで小学校の時の話なんですけれども、うん、えっといろいろ転勤をしてまして、うん、まあ僕としてはちょっと嫌だなとは思ってたんですけれども。うん でとある県に行ったんですよ。はい、でその大体転勤すると34年とか勤めるんですけれどもははその県だけ8か月とかそんな1年もいかないぐらいで転校したんですよ。うん、で僕としてはそのところではいじめられてたんですごい嬉しかったんですけれどもれおでそのなんでだろうなと思って。うん で、今はそのお酒が飲めるようになって、うん、その父親と話す機会その父親とお酒を飲んでそのなんでそんなに早く転勤したのっていう話になったんですよ。うん、で実はこうだったんだよっていうのを話してもらってそれがちょっと僕にとってはちょっと、うん、あ怖いなとは思ったんですけれども。 お医者さんなんで夜間夜間というか夜勤があるじゃないですかはいはいでその時になんかあの休館かなんかで運ばれてきた人がいて、うん、でそのだいもうほぼ助からないみたいなぐらいの人がもう死んでるぐらいの亡くなられてるぐらいの人が来て、うん、でなんか警察も一緒に来たのかわからないんですけれども、うん、そこは。 で,てでそのまあ一応見ないといけないじゃないですか。はい、で見てまあ本当にもうその自分でやったとかその病気とかじゃなくて他殺じゃないかな、うん、みたいな話になったんですよ。いいああでそしたらその,そのことを警察に話したらしくって。ああ その多分他殺だと思うのでそちらでそのそののわかんないですけど検視とかなんですかねわかんないですけどほうほうでそちらに回してもらってみたいな話をしたらその、うん、いやこちらもあの操作とか難しいというか面倒くさいので、うん、その。 検視に回せる時間もないので、うん、その自殺として処理してもらえませんかみたいな話になりまして、うん、でそれで自分の親はその上司に一応話し通してそこからはどうなったかは知らないっていう話なんですけれども、うん、まあその。 警察もそういうことをやるのかなみたいな話で怖いんだなっていう話だったんですけれどもえっ、ー、えっ、ー、はあそういう話っすえそれでまあ言うたら何かは逃げる感じなのかしらそうですねなんかあの捜査がその そうですねいちいちなんか捜査がめんやるのが面倒くさいみたいな。でその自殺として処理してくれれば多分その捜査とかもしなくてそのまま処理されて多分仮装とかされると思うので。<laughs> いやでも実際その何て言ったらいいかわかんないですけど、まあ、例えばそのテレビとかその刑事ドラマ増えてきててはい。そのまあ 警察のね闇みたいなようなものをこう浮き彫りにするようななんかこう物語だったりあったりするじゃないですかはい汚職的なようなものだったりもあるしその現場の実態みたいなようなものもあったりするじゃないですかはいまさにでもこれそれですよねそうですね僕も聞いた時はもう結構ゾッとして、うん、でそれが原因でその父親がその 上司に、あのー、辞めたいっていうことを言ってその今いる県に移り住んだんですけれどもあ<ー>その結構闇が深いというかその、うん、ひとこわっていうよりは <laughs> よくわからないんですけれども、はい、ひこわじゃあ人とこわですね現実のまあ人こわっていうのってなんかこう結構抗議すぎて。 使いどころちょっとどうなんだろうってなりますけど、はい、まあ現実で起こった怖い話がまあ人怖って言われる部類ですよねちょっとちょっとこ,こう抗議すぎるんでちょっとんでも動物でも人怖というか人動物は人怖じゃないんですけど、まあ、リアル怖い話ですよねそうですねうんまあ実際人だしいやでもう僕もそんなあの二十歳になって でお酒を飲むようになって、うん、その前からその映画とか見るじゃないですかはい、はい、映画とかドキュメンタリーとかあります、ね、でそれでこんな話はないだろうと思ってたんですけれども実際その <laughs> 実際あった話を父親から聞かされてこんなことあるんだみたいな、うん、いや怖っと思って<ー>ちょっと。 話しておきたいなと思って、お電話させていただいたんですけど、ね、<laughs> あのー、まあ。ネットと、そまあよ、よく言われるっていうか、その、別にその方、そこに勤務されてる方が全員そうじゃないと思いますけど。あ、そうですね。あのー、そうだと思いますよ。そうなんですけど、まあ、よく言われるのが日本さ三大やべえ。あのー、警察。で、はい、えー、京都、神奈川。 北海道、はい、<laughs> ってよ,よく言われるんですけどあそれには当てはまってないですねそうなんですねあのー、もうめっちゃ分かりやすく言うとまあなんか言っていいのか分かんないんですけどあのーはい、先ほどの方のお話聞いて、はい、まあ納豆って言ってたじゃないですか、はい、納豆が有名な県。<laughs> <laughs> いやもう言うてるやんそれ。<laughs> <laughs> どこかなどこかなどこかなカリカリ,カリフォルニアかな <laughs> <laughs> カ,リカリフォルニアかな <laughs> あそうなんですかそうですねあ<ー>まあいやまあなんかこう。 どうなんだろうな、まあ、田舎だろうが都会だろうが、なんかいろいろなものがあるんだけどその、ね、町だとか小さいところになったりするととかもあるし、まあ、それが個人のね、行為もうダメですけど、はい、そういう風なものがね、蔓延してもらっちゃ困りますからね。そうですね。まあちょっと、こういう警察官はちょっと。 やめてもらって頑張ってももららっっ頑張いいたいですけど、ね、いやーまあねもっとだってそこにその事件性があるんであれば調べてほしいしねそうですね日々事件は起こるんだろうけど <laughs> なんかギリギリ分からないぐらいだったら分かるんですけど、うん、多分多分見た感じでもほぼ他殺だって分かってたらしいんではいはいはい。もうそこで 面倒くさいってなるんだと思ってうんまあまあ実際ね聞いたことありますけどねそういうのとかはそうですねそうなんだ聞いたことはありますけどそうなんだってなりますけど実際それを目の当たりにしたねお父さんはちょ <laughs> まあいわや,やべえわここってそれなりますわね そうですねそれでまた転校ってなって、うん、まあ今の件はまあ普通にずっと過ごしてるんですけどもだってそれって加担しろってことでしょはい加担しろっていうことになるわけでしょそうですねうん自殺でなんとかって持っていってくれってそうですね <せっ S 2> お医者さんの多分診断書とかが必要でそれが自殺って書けば多分通用するので。うん で多殺みたいなその外傷があるみたいな感じで書けば多分警察も捜査しないといけないみたいな感じだったので,でさらにその病院とかに「いやいやもうそういうふうに言われたんだもう書いとったよ」って言われたら <laughs> もういろいろ怖いですよね。ということはもうそれを言われるっていうことは今までにそれが通っててもうズブズブになっちゃってたりとかしかもそのなんか。 送られてきたり、その検視だなんだとかって、一応、ある程度なんか決まってたりするんでしょうまあ、多分そうだとは思うんですけれども観察なのか、検査な,なんかそういった、そのね、はいおい、お医者さんがそこに行ったりだ、なんだりだみたいなようなものとかっていうのって、全員が全員別にするわけじゃないですもんね。そうですね。どこの病院でもいいってわけじゃないでしょうからね。多分そうだとは思いますね。うーん こわっ <laughs> まあまなんか実際そういう話もあるらしいですいや恐ろしいまあそれ以降ねどうなったかわからないですけどそうですね、うん、なんか上司にその言って自分は引いたらしいのでうううんんん全然わそのあとはどうなったかわからないっていう話ですけど多分 ニュースとかになったのかそれとも自殺として処理されて闇に埋まれたのか知らないですけどもいや怖怖 <laughs>。自分のねことと考えたらちょっとああまあ考えられないですよねいず自分の身内があって考えるとああそうですねいやいやありがとうございます いいやいや全然全然いやーまあちょっとねあ<の>や闇 <laughs> 闇 <laughs> 闇はねちょっと怖いですわねあこういう話でも大丈夫いいんですよですか、ね、で全然いいんですよですはいあのー、命を狙われる危険性がなければあそうなんですね <laughs> あのちょこちょこありますまあ人コア限定とかありますけどこ,この枠見てもらえれば詳細見れば分かりますけどあのそういう系統でも全然大丈夫ですああ分かりますむしろその怖い階段系統とかって難しいじゃないですか、はい、そうですねねえなんでこうやっぱり一人人間生きてりゃめちゃめちゃリアルで怖い話あると思うんで一個,、はい、個ぐらいははいあ了解です、ねはい <laughs> では,ではまた何かありましたらそのまたあのこれからもライブ見させてもらえますいますよろししくお願いします仕事がきっかけで知り合った友人と先日数年ぶりに会えまして会えなかった間に彼女が経験したというお話をしたいと思うんですがもともと彼女というのはあのお互いオカルトが好きなので。うん あのちょっとその久しぶりに会いながら近況報告なんかをしながら、うん、あのそういう話もあのちょこちょこしていたんですねうん、うん、そうすると本当何年もお付き合いがある方だったんですけどその時初めて、うん、あの実は日常的に調子のいい時は人と霊の区別がつかないぐらいはっきりと見えてしまって、うん、ちょっと困ることがあるぐらいだっていうその霊感の持ち主だっていうことをその時初めて聞いたんですね。うんうん、で その会えなかった時にねちょっとこういうことがあってっていうことを聞いたんですけれども彼女って、まあ、お姉さんとかご兄弟がいらっしゃるんですけれども、うん、その彼女だけではなくてどうもその幼少期に、うん、そのご家族で引っ越しをされた時に、うん、そこがちょっとそのいわくつきのお家ということもあって、はい、その彼女とか彼女のご兄弟はまあはそのお家に来たことがきっかけだったりとかしていろんなものが見えるように ななっってしまたたみたいなんですねでその彼女のお姉さんというのが、まあ、普通にあの普段会社員のお仕事をされてるんですけどもともと少しその霊感があったりすることもあって副業ででそののの電話占いいお仕事を始めたらしいんですね、はい、あのまあ不景気もあってちょっと副業しようということで、うん、でその占いという入り口で占いという前提なんですけど、うん、あの基本お仕事に霊感を使っているらしくって、まあ、すごく当たると。 あの本業の倍以上稼げるようになってしまったぐらい霊感の強いお姉さんがいらっしゃるらしくってでその方も結構いろいろな経験をされるらしいんですね。うん、でその彼女とかその,彼女のお姉さんはまだ実家にお住まいらしいんですがその関東圏のあるお家の方の,その実家のそばに大きな川があるらしくってそのよくその辺りを散歩してるらしいんですね。うんで その日もその川沿いに河川敷の散歩をしてこうまあ夕方ぐらいにまあぼんやり歩いているとその河川敷の,その河原の方ですかね、うん、そこにその髪の長い白い服を着た女性がぼーっと川の方に向かって一人で立っているんですって、うん。でもう髪がぼさぼさでまあ後ろから見ていても顔は見えないと。でまあ長い髪がかかっているせいで顔は見えないんだけどまあそのお姉さんは直感的にあ こ,れこの川で自殺して亡くなった方だっていうふうになんか分かったらしいんですね、うん、であ生きてる人間ではないなっていうのをそれを見た瞬間に分かって、うん、無視して通り過ぎようとしたら、はい、その通り過ぎた時に相手の意識がふっとこうこちらに向いいたたっていうのが分かったみたいなんです、ね、<ー>であやばいと思ってその慌てて家に向かってあの、まあ、早歩きで行ったんですけど、うん、その女性が ずっとついいてててくるんですっっ歩ずといもうやばいやばいと思いながら家までついてきてその彼女が、うん、慌てて玄関に入って、まあ、ドアを閉めて、まあ、中までは入ってこなかったので逃げられたと思って安堵したのも、まあ、つかの間だったんで、はい、そ,のそれ以降ずっとつきまとわれるようになったみたいなんですねその女性に。<う>で例えばそれは部屋で寝ていてふとこう目を覚ますとその女性が立っていて。 うん、自分を見下ろしていたりとか、うん、でその夢というのがその自分の実家のそばにあるその川、うん、大きめの川らしいんですが、うん、その川の中央に木の小舟がこうプカってこう浮いていて、うん、その上にその女性が立っていて、うん、そのこちらに向かって手招きをするらしいんですね。うん で、まあ、顔はやっぱりその髪の毛がすごい長い髪がかかっていてボサボサなので見えないと、うん、でそれをこう毎晩見るようになってしまったみたいなんですね。はい、でその友人のお姉さんというのはもともと霊感が強い方なんですけどまあ目いってしまってその経験に関しては、うん、でその私の友人が実家に帰ってその話を聞くとその今までもいろんな経験があって見えてきてるんですけれどもまあその頻繁にすごい怖い怖いっていうふうに、ん。 今までにないくらい怯えて異様に怖がるようになってしまってたみたいなんですね。はい、で、私の友人はあなんか普段から別に見えてるのに、この回に関してはすごく怖がるなっていう風うに思って、うん、まあちょっと心配してたらしいんですね。はい、そうしたらまあ、友人は普段、その実家ではないところに住んでるんですが、うん、まあ彼女と会ってそういう話をしてから、しばらくして、うん、友人もある日夢を見たんですね。はい、その実家、近くのその川の河原に自分が立っていて。うん 川の方を見ているんですね、うん、でそこに1艘の船が浮いててそこにその船の上に女性が立ってこちらに向かって手招きをしていると。うん、でその長いボサボサの髪が顔にかかってて少しうつむいてるのを見てあの結構その友人ってこう冷静なところがあるのでその夢を見た時に「うん、ああこれがお姉ちゃんの言ってた夢か」ってそのぼんやりその夢の中で思ってその女性を見ていたそうなんですね。はい、そうするとその ボボサボサ頭の女性が、まあ、こちらに向かって少しずつゆっくりこう顔を上げていったみたいなんですね。うん、であ顔が見えてしまったって思って、うん、その顔はお姉さんんの顔だったらしいんですね、うんうん、でそれを見た時友人は「あお姉ちゃんはこの女性と同化しちゃったのかな?」って思ったんですよねってこう私にその会ってる時に。 話してくれたんですけど、うん、その最初は確かにその女性とお姉さんはも,もちろん別々のものだったのだと思うんですが、うん、お姉さんがすごくこう怖がってその霊を意識するうちに、うん、そのお姉さんの恐怖がもう妹さんである私の友人にまで夢の中で見える形までもうなんか具現化しちゃったんじゃないみたいなそんな話を したりとかしてたたんですね、うん、ただもうその友人の話がすごく上手だったので、うん、まあその光景が話してる最中ありありと私もこう見えてきてしまって聞いた日の夜寝るのがめちゃくちゃ怖かったっていうお話です。はいはあ具現化するそれぐらい存在としては。 どうなんだろうとんでもない存在的なようなものなのかしら。わからないです<の>私お。お姉ちゃんその夢お,お姉ちゃんどうなったんですか。お姉ちゃんはまだその夢を見続けているみたいです。<笑><笑>その性格的な変化とかその普通その生活しているっていうところに支障はないんですか。まああの。 頻繁に見るらしいので怖がってはいるという話ではあるんですけれども、はあ、あの取りつかれたり、まいやある種取りつかれてるというか、まあ、ストーカー状態なんですけれどもそこはちゃんと距離は取れてるように友人は思っていたんですけどやっぱりその夢を見た時に、うん、顔側はお姉ちゃんだってなったので。あのうん 今のところはこう別に仕事も普通にしてますし鬱になったりもせずにはいますけどなんか恐怖とど同化しちゃってるんじゃないかみたいな心配はしてるっていうふうに言っていましたお姉さん自体は怖がってはいるんですよねめちゃくちゃ怖がってるみたいなんです今までにないくらいいろんなものを見てきているのに非常に怖がっていてちょっと不思議に思っていたっていうことだったんですねはいはい、はい、これどれぐらいのスパンで起こったんですかね あの彼女に会えなかった2年以内の話で、ここ2年、2> そうですね。ですよね。そうなってくると、はい、いや怖いのはなんかそのなんか取り込まれていく感みたいなようなものってないのかなって、だからその方、うん、そのお姉さんが、うん、怖がっているっていうのは一つちょっと安心ではあるというか。うん そうかもしれないです、うん、まだその存在というものを意なるものとして捉えて、うん、でまあ普段からものすごく強いだ見えるっていうようなことでそれをなりわえにしてたりもするわけでしょ、うん、はい。それいまだにですかそれをなりわえにしてるのはあ、そうみたいです <laughs> いすごいそれもそれですごいなって思いますけどね <laughs> そうですね、うん、ただ払ったりとかそういうことは できないのと、うん、やっぱりそのお仕事をされるとめちゃくちゃ疲れるみたいでまあね、まあ、払えるんだったらね、まあうん、そんな悩んではないでしょうからうんうん、うん、付きまとわれることはないとは思うんです <laughs> うんねえウェイっつって払えればね、うん、いいんでしょうけど、うんはい、存在自体が何者かもわからないし、はい、ねえ、うん、ちょっとこうい妹さんにとってはそれはそれでまた。 怖いじゃないですか。そのしかもくら言ったらこう、うん、飛び火してってるわけでしょ。そうですね。少なくとも彼女には。うん。うん、その周りでその普通に仕事してる方々とかは大丈夫なのかなとか。うん、そうですね。うん、その仕事、うん、そそのねその別のそのね本業よりも稼いじゃってるような仕事 <laughs> そうですと、ね、かをね <laughs> まあ。 まあ稼いでるからまあ別にパンってやめるわけにはいかないんでしょうけどそこにも何かしら原因一つの原因というかはうまああったんじゃないかなって思うのがまあ普通かなっては思いますけどね、うんうん、いろんなそういうようなことがあるわけでしょ人が来て何かしら多分何かしらそういう相談的なようなものをするわけでしょ。うんうん、あなんかね電話を使った占いみたいです。はははいはい、はい、うん 電話なんかこのいろんな話を聞いてるとその電話だろうが対面だろうがあんま関係ないんじゃないかなっていうのも <laughs> そうですね。ね<え>なんかその電話でつながった相手のことが結構見えるみたはですよ。よくその、ね、される方でまず一回電話でいろんな、まあ、普通の世間話がなんかして、うん、1> で一回そこでなんか予備,予備の何かしらのそういったようなことをしておいて予習じゃないですけど。うん やっといてじゃあまた今度っていう時に基本的には全てが見えてるっていう方々はいるという話は聞いたことありますけど電話で基本完結させるってなんかすごいですよね。そうでんかそこら辺にも要因があるんじゃないかなと思いますけどまあ生活がかかってるからなかなかしかもこのコロナの状況で考えると非常に合理的な。そうなんですね えもんですからねなかなか難しいとは思いますけどこれ以降ねそのお姉さんがこの怖がらなくなったりだとか,なんか変なね言動じゃないですけどその行動的なようなものとかもなんかその一気にパンってひっくり返るみたいな,ようなもひっくり返るって言い方ちょっとおかしいですけどお姉さんではなくなるみたいなようなものとかこれはもう本当になんかね うんうん、ある種オカルト映画の見過ぎって言われる可能性もありますけど <laughs>、うん、確かにその怖がらなくなるの怖いですね怖いですよねそのある日突然うん、うん、ある日っていうかその瞬間から性格が変わるっていうお話もありますからまだそういうようなお姉さんだから耐えてていいる部分っっうのはあったりすするのかかかななとかねね、うんうんうん、そうかもしれないです、ねうん、ただ徐々に徐々にいってこう取り込まれていてしかもそのねえ うん、お妹さんにとっちゃそれがもうお姉さん化ししてるわけでしょそれってなんか非常に怖いですよねそれはね同、うん、化してるっていうようなものっていうのもそうかもしれないけども、うん、なんならまだお姉さんではある、うん、今は、うん、だから見た目はお姉、うん、でも出てくるものがまた違ったりとかしてきたりですよ、うんうん そのタイミングでお姉さんの何かしらその内面的なような言動だとか変わってきたりするとちょっと怖いでですすよねねちょっと心配本当になんかただのねそういう、うん、まあ見える人にとっちゃ見える何かしらはあるんだろうけどもそれがまあ、ね、気のせいというか。 そういうもんであったらいいなって思い過ごしのようなものであればいいなと思いますけどちょっとね不気味じゃ不気味ですよね夢まで出てきてっていうようなものはそこまで人を操作することはなかなか難しいでしょうからそうですよねなんかちょっと入り込んでる感じがしますよね。フレディなななののかエルム街悪夢みたい ああ確かなんかねこうはいよってくる感じとかなんかすごい気持ち悪いですけどまあちょっとはいね話したりとかしているときに大丈夫どうってこうねちょいちょいこう気に止めておいてもいいんじゃないかなと思いますけどねそうですねはいありがとうございますはいありがとうございましたはいまたよろしくお願いしますはい失礼いたしますはいした私は普段あの営業マン をしてましてて、ま、はい、ちょっと美容関係の仕事をしてるんですけどもはい、はい、でその取引先の方、まあ、かあの牧田さんという方からこれ聞かせていただいた話なんですけども、うん、この牧田さんっていうのは仕事側の美容師さん相手に、まあ、こう商品を卸す営業の仕事をしてまして。はい うんだからあの美容室をこう営業で回ってる方なんですね、この牧田さんっていうのが。うん、で、やっぱ80軒ぐらい、こうお客さんというか、美容師さんをお客さんとして持ってるんですけども、うん、そのうちの1軒に、あのかよさんという、かよ美容室っていうもう名前がそのまま美容室名になってる、70過ぎのおばあちゃんが一人でやってる美容室があ,るあ,ありまして、<う>うん、でそのかよさん。 っってていうののがすごくその牧田さんはお世話になってた美容室というか新人の頃からこう通ってたお店ですごく優しくしてくれててまあい,い,いい関係の美容室だったんですけどもその牧田さんがこうそのかよさんかよ美容室のかよさんにまあ新人の頃からこう通ってた時にある時こうちょっと時間があったんでいろいろ話がする機会があったんでそのかよさんに「そういえばかよさんなんで美容師になろうと思ったんですか?」 っていう話を振ったことがあったんですって、そしたらその時に、そのかよさん、まあもうねおばあちゃんなんですけども、かよさんが話してくれた話っていうのをちょっと今からしようと思うんですけども、もうこれね、今からだから60年以上前の話なんですって、はい、かよさんがあの小学校の高学年、まあ、だから5年生、6年生ぐらい、10歳、11歳ぐらいの時の話だっていうんですよ。うんうん で、それまで佳代さんっていうのは自分の髪の毛っていうのはお母さんが着てくれてたんですってちっちゃい頃からずっと。うん、でまあそれが当たり前だと思ってたんですって佳代さんは。でもやっぱりこう小学校だんだん高学年になってきていろいろおしゃれとか気になるようになってきてそのお母さんっていうのは美容師さんじゃなかったんで、うん、どうもやっぱり髪は着てくれるんだけどこうまあ、くはないというか、うん、あのやっぱりそれがちょっと気になるように 年頃でね、こうなってきてでそれまで切ってもらってたんだけど、まあ、それがいやちょっと嫌になってきてお母さんに髪を切ってもらうのをちょっと嫌だ嫌だったりというかやめてこう髪を伸ばすようになってたんですって、うん、こう長くうん。でそんなある日なんですけどもその佳代さんが両親に頼まれてあの隣町かのおばさんの家かにこう買い物というかあのお使いを頼まれて、まあ、野菜か何かを届けに行ったって言ってたんですけども。うん まあお使いを頼まれていったその帰り道のことなんですけどもその帰り道にねあるおばあさんに声をかけられたっていうんですよ。うんうん、でその、まあ、帰り道こう家,の家に帰る途中なんですけどもそのおばあさんっていうのがあらお,あのお嬢ちゃんっていきなり声をかけられてで、最初えっ,って思ったんだけど。 えー、一人でどこ行くのって声をかけられて、あ今、実はお,あのー、お使い行った帰りなんだよって答え,ら答えたら、まあ、一人で偉いねみたいな、そんな会話があったらしくて、うん、で普通知らない人にまあ声をかけられたらどうかなと思うんだけど、なぜかかよさん、その時はは、この人はあのその悪い人じゃないというか、なんかこう懐かしい感じがしたっていうんですけども、うん、そこでまあちょっといろいろおしゃべりをしたらしいんですね、そのおばあ,おばあちゃんと、うん、そこで。 帰り道に、うん、でそんな話をしてた流れでそのかよさん伸びてた髪を見たんでしょうねそのおばあさんが「あのよかったら私に髪を切らせてくれないか」って言うんです言われたんですってそこで、うん、でまあ普通に考えたらそんないきなり会った人にね髪切ってもらうのはと思うんだけどさっき言ったようにかよさんはなぜかそのおばあさんはあだまあ大丈夫だっていうのも変なんだけどすごくなんか他人のような気がしないというか、うん、すごく安心感があって。 でそのまま言われるがままにそのおばあさんのお声かけられたらすぐ横の家に行って髪を切ってもらうことになったんですってはい、はい、でまあその時はだからえよく分からなかったんだけど今思うとそのおばあさんっていうのは多分美容室だったんですよね、うん、そこが。うんえー、でだから多分伸びてた髪見てそのおばあちゃんがこう髪あの切ってきれいにしてあげようと思って声かけたと思うんだって言ってたらしいんですけども佳代、うん、さんは。 うん、でまあそのまま家であのそのおばあさんに髪を切ってもらったとでやっぱり親以外の人に初めてそこで髪の毛を切ってもらってと、うん、ですごくまあ自分がこう綺麗になっていくっていうのがそこでこうすごくそれが記憶に残ってるっていうんですよね加谷、うん、さんは。うんうん、だけどこう綺麗にセットしてもらっていく途中でやっぱり初めて知らない人に髪を切ってもらう。 っていうのがちょっとやっぱりなんかまずいことをしているっていう気持ちが芽生えてきちゃったりとか、はい、あとはやっぱり今までずっとお母さんが切ってもらってたのに知らない人に切ってもらってるってことにすごくお母さんに悪いなっていう気持ちが芽,がえ芽生えてきてしまってだからこう綺麗に切ってもらってセットしてもらってできたんだけどももうなんだかそれがすごく悲しかったりいろんな感情があってもうお礼も言わずに逃げるようにそっから家に逃げ帰ってしまったんですって佳代さんはその時に。ほうほう で、まあ家帰れば気づきますよね、お母さんも。あれ、どうしたのって、<laughs> かよ、そしたら、うんそう、そうですよね、楽ってなっちゃうけど、<laughs> なっちゃうから、うん、なんだけど、まあ、そこで嘘ついてもしょうがないので、かよさんは正直に、うん、まあ実は帰り道にそういう、うんあのー、おばあさんに声をかけられて、髪切ってもらったのって、うん、で、ちょっと怒られるかなと思ったんだけども、うんうん、お母さんは、あそうだったんだって。 あの綺麗になったわねって言ってくれたんですって、うん、お母さんは。そう、そうで、ただね、ちゃんと、でもそのおばあさんにお礼したのっていうふうに言われたら、うん、さっき言ったように逃げるように帰ってきちゃったから、うん、いや、実はもう本当にあのいろんな感情があって、逃げるように帰ってきちゃったんだっていうことも正直に話したんですって、お母、うん、さんは、うん。そしたらお母さんがあ って言ってあのそしたらあの私もついてってあげるからちゃんとお礼しなきゃねってことでその日、次の日かに一緒にお礼しに行ってくれるってことになったんですって、うん、そのおばあさんのところに、うん、でお、まあ、母さんも、まあ、そうだよなと思ってお母さんと一緒に、まあ、そのお,おばさん家の帰り道なんで場所も覚えてるんで一緒におそのおばあさんのところへ次の日かにあのお礼しに行ったんですって、うん、2二人で、うん 2> うん、でまあ その途中にある家まで家の近くまで行ってあここだなと思ってお母さんに「あここだよ」って言うんだけどもそこの髪切ってもらったそこのおばあさんの家はあるんだけども明らかに人の住んでる気配がないんですって、うん、なんならこうもう古びてというかもう窓もちょっとこう割れてるような本当に空き家のような感じになってるんですって、うん、あれと思ったんだけどもでも確かにここで切ってもらったと思って。 ド,ドアを開けるんだけどももちろん誰も人の気配はないんですって、うん、あれおかしいなと思ってでお母さんがちょっと心配になって隣の家かの、あのー、人にちょっと声かけて、えー、実はうちの娘がここの隣のここのお家であで、のー、髪を切ってもらったおばあさんに髪を切ってもらったそうなんですけどもご存知ですかって聞いてくれたそうなんですけども、うん、その隣の人はいやもうここはもう何年も前から空き家ですよと。 そんなおばあさんいませんよって言うんですって。うん、で「えって?で」て確かに髪は切ってもらってたわけだし、うん、そのかよさんも確かにここ道も,道も、ね、通った道なんで覚えてるのに、うん、どういうことってなったわけですよそこで。で結局そのままだからその家は空き家だったってことで。 そのおばあさんににも会うことができずに、うん、お母さんとそのまま家に戻ったっていうんですよ。うん、で、まあ、ちょっと不思議だし、ちょっと気持ち悪いなっていう思いもあったんですって、お母さん、やっぱりそこで。だけども、まあ、一番やっぱりちょっと心残りだったっていうのは、ちゃんとそのおばあちゃんにお礼ができなかったっていうことがすごい心残りだったって、お母さん、そこで言ってたんですよ。<ー>うん。で、あと一つは、やっぱりその、 自分お母さん以外の人にね初めて髪を切ってもらって自分が綺麗になったってすごい感動がそこにあったんですってその時の記憶として、うんうん。だからそういう経験をしてでその後佳代さんが中学校高校となって今後の進路を決め,あの決めようと思った時に、うん、あの自分がね美容師そこでなってあの時の感動というか。うん 髪を切っっっってててもら綺麗になったってあの感動を誰かに私も伝えたいなと思って美容師にもなろうと思ったとあとは私がもしこう美容師やってればもしかしたらあのおばあちゃんにまた会えるんじゃないかなって、うん、そう思って私美容師になったのよっていう話を牧田さんにしてくれたんですってうん、うん、で牧田さんもそれ聞いてあなんか不思議な不思議な話ですねってで でそのかよさんもでも結局この年もう70過ぎてこの年になったけど結局あのおばあちゃんには会えることできなかったんだよねってそこで話をしてくれたそうなんですね。でそれをまあだから牧田さんが「そんな不思議な話ないですか?」って聞いた時には私,私に話してくれて、うん、でこの話を聞いたのがもう34年前なんですね実は私。でその当時はまだこうやって会談を語る活動とかも私もそんなしてなかったんで。はい 何気なく聞いてた話だったんですけども、うん、まあ今こういう活動をするようになってあそういえばあの話って結構面白いよなと思って、うん、一回そのかよさんにちょっと取材させてもらいたいなと思って牧、うん、田さんに連絡取ったんですね去年、うん、あのよかったらちょっともうちょっと詳しく聞きたいなと思ってそのかよさん歌舞伎さんの方を紹介してもらえませんかって牧田さんに話をしたら。 佳代さ,、ね、さんも今80近くになっちゃって、うん、もう足腰も悪くなっちゃってあの去年の3月に美容室閉めちゃってもう辞めちゃったんだよねって、うん、であの親戚の家から戻ってもうそこ美容室やってなくて、うん、もう連絡取れないんだよってこう牧田さんに言われて、うん、まあ私も「ああそっか」と「あ,あちょっと」 本当はいろいろ聞きたかったなと思いながらもうしょうがないんで、うん、うん、あ、そうだったんですねって、そこではなったんですけども、でそ,のまあ、そんな経緯を私も話して、今、会談話してるんですよみたいな話をしたときに、牧田さんが、そういえばね、実は僕ね、あのそのそ佳代さんが美容室辞めるってなって、その最後にね、まあ、ずっと今までお世話になったんであの、最後の日に挨拶しに行ったんだって。 言うんですよで,あでその時にねああのまあ、最終日だったんでもうお客さんもほとんどいなかったんで、うん、まあちょっと時間があったんで先生といろいろ話,す,話しする時間があったんで、はい、話をしたんですけどもね、うん、その時にあの佳代さんの方がから、うん、牧田さんに、うんうん、実は昔そういえば前新人の頃私が。 なんで美容師になろうと思ったかって聞いてくれたことあったよねって佳代さんの方から牧田さんにそういう話をされたそうなんですよ<う>最終日の日に。で,で牧田さんも「あそういえばそんなこと聞きましたよね」ってあの不思議な話ですよねってうん、うん、そこで、うん、話をしてて、うん、そしたらねその佳代さんが、うんあの実「実はあの話って私あんまりいろんな人にしたことなくて自分の中で結構とどめてた話なんだけども」 そんなことを聞いてくれた人もあの聞いてくれた牧田さんだから言うんだけど、うん、実はね私あのおばあさんに会うことができたのその時言うんですよ、えー、でえっってなるじゃないですか<う>年齢的にでもその聞いた時は結局会えなかったって言ってたし、うん、その後会あったとしても年齢的にもうおかしいよなと思ってそれどういうことですかって聞いたんですってうん、うん、そしたらね「加代さんあの私 あの時、自分の髪を切ってもらったおばあさん、今でも顔、かあのとおばあさんの顔ははっきり覚えてるって言うんですよ。うん。うん。で、私はもう、うすうすう気づいてたんだけども、美容師を辞めようと思った、その時から、うん、だんだんと、私の顔があのおばあさんの顔に似てきてるって言うんですよ。ほ<は>う。ほうほうほう。でね。ほう。 今日最終日美容師を辞める日の朝見た顔っていうのが、うん、あの時のおばあさんの顔とそっくりだったのって、うん、むしろあの時のおばあさんの顔だったってカウさん言って、うん、でね私今日最後朝美容師辞めるって辞める日の今日の朝そのかあの鏡に向かってちゃんとありがとうって言えたのってそこでカウさんが言ったんですって、うん、でこれで私やっと 美容師辞めるることができるのって話してくれたそのかよさんの横顔が今でも忘れられないんですよねってマキさんが私に話してくれて、はああーってな,なえっ、ー、ああってなっちゃったっていう話ですいません <laughs> ちょっと最後な <laughs> いい話 <laughs> <laughs> いやだからそれ 聞いて私もちょっと鳥肌立ったっていうかええー、と思っていい話<あ>優勝 <laughs> <laughs> ちょっと、まあ、<laughs> あのまとまってはないんですけどもいやいやいい話ね何 <laughs> この話 <laughs> 私の中でもだから一応その不思議な話で終わってたんですよ。はいはいはい。でだからそうそうですね。そのそうそうあのえっとマキタさん、うん、マキタさんマ,マキさん、はい、がもしその挨拶最後の日に行かなければ、うん、そうですそうですはい全くこの世には出てこなかったお話かもしれないですもんね。で私もそこで深追いして聞かなければその話は聞き出せなかったと思うんでだからそれで聞いたことでそういう話が出てきたんでわーっと思って。 ちょっとうんあのんかそうですねちょっと誰かに聞いてもらいたいなと思っていやいや優勝優勝でちょっとあまり怖いとかではないんですけどいやもう怖いとかねそういうのはもうね一応怖い話とは言っておりますけどこれは不可思議とかそういうようなものもこれを怖いなって思う人もいるかもしれないですこの世ではな ないまあ階段とはまさにこういうっていうような感じではありますけどまさかそこに着地していくとはそうですねなんかね70になっても七十も後半で80ぐらいってなったらいや頭の中に向こう側にあそういえば当時のあの時髪を切ってくれた。 あのおばあさんぐらいの年になったんだなみたいなようなものはありますよ。まさか本人かもって。<laughs> だからあの時来てもらったっていうのも多分じ自分のねこうだからその他人のような気がしないというかそういうことでだったのかでこれ勝手の私の考察なんですけども <laughs> はい、はい、これってなんかこう繰り返すじゃないけどそのかよさんはまたなんかそのもう。 誰か子供を切る,切るというか何ていうのかな髪の毛切ってあげて、うん、その子がまた繰り返していくんじゃないかな、うん、みたいななん,なんかそういうようなねこう、はい、パラレルっていうかパラレルそそそうそうそうです、うん、はい、なんならもしかしたらそのかさんうかもしれないそれはちょっと聞けないんですけどなんかねそういうようなものとか、まあ、時代がちょっと時代違うからその髪を切るっていうようなものもねその当時佳代さんが昔の ねうん、心って言ったらもうかかなななり昔の話なわけじゃないですか、はい、まだそういう、ね、時代背景もそうなのでね<え>そういうこともね、うん、あるかもしれないですけど何かしらそういったのがもう巡り巡って行、ねはい、くっていうようなもので考えると、うん、いやーなんかそういうなんか継承じゃないですけど、うん、これは分かんないですけどねその時。はい 実際ただ言ったら現代現代じゃないけどその当時のなんか迷いが的なような話ではあるわけじゃないですかうんうん、うん、そうですね確かに,確かになんかねでもそこになってそこでつながっていくっていうのはなんか転職そ,そうでなるべくしてというかねそうなんかうねちょっとその美容師っていうだけで、うん、そのちょっとこううんーなんか神聖な職業だったりするじゃないですか あはいまあ、人の髪を切ってねそういうようなこちょっと美容師とかそのまあ理髪師の方とかも、うん、そうですけど髪を切るっていうのってやっぱちょっと特殊なそういうものがやっぱあるとは思うんですよねはいはいはいうんなんで何かしらそういう思い的なようなものとかが何か乗っかってたりっていうようなう髪を切る仕事とかその、まあ、お医者さんもそうですけど。 <ペー>ちょっと、ねうん、不可思議なお話っていうのはあったりしますけど、えー、いやー、うん、いろんなねいろんな想像ができるなって思うし神秘的な話だなと思っていや,いやいやい,い話、うん、<laughs> いい話よそうですねなんかねその階段ってこう怖いだけじゃないっていうようなことをこうずっと言い続けておりますけれど。 はあ、いやこれは是非ともいやこういう話を聞くとやっぱ階段をこうや,や,やるのっていいなってちょっとえねえ <laughs> 思ったりとか、はあ、思いますわね。そうですねいやだから「思い出さん」っていう名前も相まってるから <laughs> <laughs>。そそううですね <laughs> そうです、ね、確,か確かに確かになんかね、えー、ちょっとこう名前もそうだしそのね名前の人が<ー>萌出さんっていう方がこの話を語るっていうのもなんかちょっと一つあるんじゃないかなと思いますけどねまあ確かにそう言われるとですね自分で言っときながらそうですいやなんかそういう人にはそう <laughs> う<ん>こういう話が集まっていくんじゃないかなと思いますけどもね、まあね,ねでも本当にうんなんかこうねそういうで出会えたのはいいなって、ね、よかったなって思いますし。 いやあ、うん、本当聞かせていただいてありがとうございます。いえいえ、遅くにありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。はい、またよろしくお願いします。はい、どうもです。ありがとうございます。はい、はい。じゃ失礼いたします。はい、どうもです。えっと、まあ、仮に A さんとさせてもらいますけど、はい。あのこちらでお会いすることができた三十代女性の日本人の方なんですけど、うん。まあ仲良くなるときにまあ定番の質問でどうしてあの オーストラリアに来られたんですかって質問したら、まあ、話が膨らむことが多いんで、うん、まあその人にも聞いたんですよ、うん、で別にそういう話不思議な話を期待して聞いたんじゃないんですけどはいはいだったんで、うん、ちょっと聞いてください、うん、えっとその A さんは普通に日本で就職して、うん、まあ商社で働いてたらしいんですけど、うんはい まあその方が20代後半の時に、まあ、お母さんがちょっと体調を崩されたみたいでしかも結構あの,あの重い病気だったみたいなんですようんそれでまあちょっとずっと入院されてて、うん、そのいよいよまあお母さんがちょっと危篤危ない状態なんで、うん、まあ病院の方から電話がかかってきて、うん、<laughs> まあ あの身近な人集まってくださいみたいな感じで、はい、まあ病院に集まったらしいんですね。<laughs> うん、で、まあ、親族お父さん弟、まあ、その近しい人たちが集まった中でなぜ、まあ、かその A さんだけはすごく冷静で、はい、なんかすごく客観的にその亡くなっていくお母さんをなんか見ることができたらしいんですよ。ほうほうでもな何かの表紙に なんかふっとなんか自分の精神だけが別の次元にっていうか、うん、移動したっていうか、うん、テレポーテーションしたか,、まあ、なんかそこら辺はなんかうまく表現できないと言われたんですけどほうほうそういう感覚でなんか別次元に飛んだ感覚があったらしいんで,あらしいんですほ<う>で。そこで自分が見たのはお母さんの 精神世界と自分が繋がななってるような感覚になったらしいんですよ、うん、で自分がその中で見えてるビジョンはなんかすごく無機質な、うん、まあ天国でもないし地獄でもないし、うん、<laughs> 色調で言うとやや白っぽいんですけど、うん、その中にお母さんが背中を向けて。 お母さんの背中が見えるらしいんですはいはいでその横に裁判官と検事さんと弁護士みたいな人がいるらしいんですよ <laughs> でその裁判官らしい人が「これからあなたに3つの質問をします」って言うらしいんですよ <laughs>、はい この3つの質問に全て「はい」と答えられたら、うん、あなたはこれから天国に行けますって言われたらしいんですねお母さんがはあでもし1個でも「はい」って答えられなかったらもう1回あなたは生まれ変わって人間をすることになりますって言われたみたいで,、はあ、で直感的にこれはまあ自分がこの幼い時からあの教えられてきた閻魔様的な、はあ シチュエーションかなって思ったらしいんですよ。うん、<laughs> でも何か別にすごく怖いっていう感情じ,じゃなくて、うん、ただそのお母さんがこれから聞かれる質問をそれも客観的に見てたらしいんですけど、1>, はい、1個目の質問があなたは他人に優しくしましたかっていう質問だったらしくて、うん、それお母さんは、まあ「はい」って答えたらしいんです。うん 2で二つ目は「うん、<laughs> あなたは自分に対して優しくしましたか?」っていう質問やったらしいんですよ。うん、まあそれもお母さんは「はい」って答えたらしくて。3、はあ、つ目の質問が「あなたは人生を心の底から楽しみましたか?」っていう質問やったらしいんですよ。はあ、お母さんはそれにモジモジしてなかなか「はい」って答えなかったらしくて、はあで。客観的に見てた A さんは「お母さん何をしてるの?」って。 早「はい」って言いなさいよってうん、うん、すごくモヤモヤしてイライラしてお母さんに「早くはい,い」って言いたかったんですけど、うん、結局お母さんそれに対して「はい」って答えることなく、うん、じゃあもう一回人間やり直してくださいっていうまあ判決が下だったっていうか、うん、でその場面でくそうと思ったらしいんですよ A さんは。 はあ、なんで「はい」って答えないのよって腹立たしく思ったらしいんですね、はあ、でその時にまたふっと場面が切り替わったっていうか精神がふっと抜けたっていうか、うん、<laughs> その場所から離れて今度は現実世界の自分にふっと戻ったらしいんですよ、はあ、でその時にちょうどお母さんが息を引き取ったところで周りの お父さんとか弟とかもお母さんって,って,泣き崩れてるこやったんですよ、はあ、なのでその短い時間としては本当に数分の間やったみたいなんですけどその間の A さんのその記憶は飛んでるっていうか本当にまあトランス状態っていうかそういう状態やったらしくて自分にふと戻った時も <laughs> 不思議と別に涙も流れないですしすごく冷静な自分がいたらしいんですね。 だけどその自分が体験したその状態っていうのがすごくリアルな感覚として残ってたんで、はい、私はお母さんのようにならないように本当に自分にも人にも優しくして自分の人生やりたいことを全うして楽しく生きることにしようって決めて、うん、今まで仕事してたその会社も辞めて。うん で今まで自分がこうしたいああしたいと思ってた夢を全部叶えていくことにしてオーストラリアにも来ることにしたんですっていう話を聞かせてもらいました。はあ。えー、え。えで結局お母さんは亡くなられたんですか。亡くなられたんです。はいはい。えでもそこでえ。 答えられないんだったら人間やり直してくださいって言われたからそうなんですよなのでまあその A さんの見たものがほ本当のシチュエーションなのかどうか分かんないですけど、うん、そこではいって言えなくて、うん、まあ天国に行くことが行くことか人間に戻ることがどっちが正解か分かんないですけどあでもそうかそうなってくると輪廻転生っていうようなお話にもなってくるのかな そうなんですよ、はいあ<ー> <laughs> もしその天国に行くことが正解なんだったら<ー>その人生を本当に楽しめなかったっていうのがものすごくもったいないなと思ったらしいんですよ。ああうわなんか不い,、はい、深いなと思ったんですよなんかちょっと軽い,い軽い理由でこの人オーストラリアに来てないなと思って。<laughs> そうですよね。ただ、はい、なんか思うのは、はい、もしその時に A さん自身がそういう、まあ、場所にもしえ遭遇して自分がこう亡くなる寸前そういったようなまあ言ったら、えー、極楽に行くのか地獄に行くのかみたいなような何かしらそういうような場所になってそのお母さんが体験したそのね立っていた場所であろう場所に自分も立った時に。はい えー、本当にその3つ目の質問のね人生を楽しむことはできましたかって言った時に「はい」って言えるかどうかはその時になってみたとわかんないですからね。そうですねなんならそのいろんなやりたいことをきちんとやろうって思ってこのなんか仕事前で一年発起でオーストラリアにやってきた、うん、もちろん今現時点ではいや全然楽しんでますよっておっしゃると思いますその A さんはね。 だけどやっぱその時ってその時だって見ないと分かんないしやっぱいろんなやりたいことがあったりする方って大満足して死ねるのかなって思うと<あ>俺前にもちょっとそんな話しましたけど<ー>いや後悔を残したらなんかこう現世にこうちょっとこう固執してしまってなんなら浮遊霊とか。 自爆レーダーみたいなこう言われることあるじゃないですか、まあ、これは、まあ、誰かが作った言葉ですけど、はい、そういった言葉はだけど悔いなく亡くなる人、うん、そういうことで言うんだったら悔いなく亡くなる人悔いなく人生終わる人っていう人間の方がほとんどなんじゃないかなと思うんですよね。そううううですね、うん、本当に大もやること全部っっったてていうような方々って 少ないんじゃないかなって思うんですよね。うん。ね、その方、今結婚されてお子さんとかいらっしゃるんですか。いや、独身ですね。独身。はい、はあ。まあ。独身で。このまま行くのかとか、もしね、家族ができてとか。あ,あ、いろいろな、こう、こう、人生の中で、生きる中で、いろんなことがあると思いますけど、それを全部。ま。 ね、クリアして「よっしゃこれで終わり!」って言えたらその人ってなんかすげえ人生だったんだなっていうのもありますけどそうすね,ね一つなんかちょっと立ち返って「うん、ああん時お母さんこういう心境だったんだ」みたいなようなものを思った時にまた A さんがどうなるのかみたいなようなものはちょっとこれは、うん、ねわからないですけどそうす、ね、なんかとてつもなく深い気がする。うん そ,うね、その A さんは、ね、全くそのスピリチュアルとかオカルトに興味がない人なんですよ。うん、<laughs> すごく現実的な人なんですけど、うん、まあだからそ,のそういうことも冷静に見られたんかもわかんないんですけどうん、うん、そうですねなんかその思ってもない話っていうか返事が返ってきたんで俺もきょとんとしてしまって。<laughs> <laughs> <laughs> 深いなと思ってままあ、まあ、まあそうですよね <laughs>、はあ、ちょっとやっぱ人間その親族ね身内の人間がねこう息を引き取る瞬間とかっていうのっていろんなことがこっちの方もちょっとまあ軽い走馬灯のようなものはこうね頭に浮かんでくるとは思いますけどそうですよね。うん、そうですねそこじゃなくて A さんにはそういったお母さんのひょっとしたらまあビジョンが見えてたのかもしれないとなると何か伝えたいことがあるのかもしれないですよね。 そうですね。でもそんなこと思っちゃいますよね。そうですね。<laughs> すごい、これもなかなかすごい話だな <laughs>。<laughs> ですよね。え、まあ、でも、まあ。ね、今、今、その。場所で、その方もされてるんでしょう、お仕事。そうですね、こっちで、あの。すごいですね、活躍っぷりは。はい<ー>。<laughs> いや、もうね、本当ね。 いつかもう一ヶ月ぐらいオーストラリア行きたいけど。<laughs> そうですねあのね。早く終わればいいですけどね。ねこ,のこのコロナの状況がね、うんはい、もうコロナの状況終わったらもう外ち,ちょっと飛び出したらおかしいなって思ってますけど。いいですね。いろいろたまってるから。そうですね。そん、ねはい、時またよろしくお願いいたします。カシャンコさん。はい。はいではありがとうございました。 ありがとうございました。はい、はい、どうもです。